はい、どうも。今、僕がこっち鳥取にね、こうしてきて、7ヶ月が過ぎたのかな。4、5、6、7、8、9、10、まあ、11月の真ん中らへんだから、まあ一応、まあ7ヶ月だね。まあ一応、田舎暮らしの本番。まあ僕はもともと北海道にもう7年いたんですけども、雪道の運転は初めてなんですよ。で、あとは、僕がこっちに来て、初めて車を買ったということで、はい。これは雪道仕様ですね。雪道の仕様とですね、あとこっちに越してきて初めてオイル交換自分でするようにしないと、まあ、暮らしていけないということで、今回はオイル交換を自分でやるプラス、で、今回のオイル交換は2回目で1万キロをようやく走ってます。で、まあ、今回はこれ。続きのエレメントだね。エレメントの交換をやっていきます。で、これのドーンと長い、こいつ。で、これがエクステンションバー、延長だね。で、前回の反省を生かして、どうしてもエブリの車体の下に俺が入れないということなので、車高が低いエブリの下には僕はちょっと入れないということで、今回はこの秘密兵器。じゃじゃんと。で、これアマゾンで買った、カースロープだね。型番が2001の GF、0がいくつかあって 49i かな ?1 かな?ちょっとわかんないけれども。まあ、こんな感じで。で、なんとなんと今回は、アマゾンの、まあ、同じものが2つあります。なんでかって言ったらアマゾンの、後で買う機能ってあるよね。カートのところで。なので、まあ、2つ買っちゃったということで、まあ、2つ買っちゃったから、どうしようかなっていうのを悩みつつ、で、まあ、今回は、これの、カースロープを使って、オイルエレメントとオイルを自分で、自力で交換をしていきます。で、その交換に必要なものは、揃えたね。大方揃えました。で、このオイルフィルターのオイルレンチ。まあ、合うかどうかがわかりません。で、俺が乗ってるエブリーなんです。だけれども、エブリーはね、DA の62だったかな。まあ、ちょっと後で車の仕様を見るけれども、まあ、一応エブリー版はですね、あれ?ちょっと Amazon のサイトで違ったのと違ってるけど、Amazon で買うときにね、見たときは、ちょっとこれ大丈夫だったから、まあ、これで買ったんだけどね。で、あとはこれがオイル、純正のオイルフィルター。まあ一応モノタロウで、合うやつがあったんだけれども、ちょっとわかんないんだよね、安くて。安くて合うっぽいものはあったけれども、まあこれだよね。一応純正にしました。俺も今、初めてね、車を買って、初めてやることだから、仕方ないんだよね。で、一番気をつけたいのはこれだな。なんかね、YouTube でもエブリィのオイルのエレメントや、なんだろう、付け替えてるやつがあって、この4分の3回転以外は、以上回しちゃいけないんだって、これ。だから、そうだね。まあ一応、車に慣れてないから、まあ一応、スズキのね、純粋のオイルフィルターを使うことにして、はい。で、まあ、これが、スズキの純正のオイル。まあ、前回もこれ買ってるから、まあ、一応これでやろうかなっていう感じ。で、まあ、友達に聞くとね、この 10W30 とか俺はわからないんだよね。で、なんでかっていう、まあ、なんでこれ使ってるかって言ったら、この車を買った時のメンテナンスノートにこのオイルをね、使われてるから、まあ、一応あとはスズキのエブリィだし、まあ、純正だったらいいんじゃないかっていう感じで今は買いました。で、本当はモノタロウとかで見ればもっと、安くて量のあるもの買えるんだけども、まあ、ちょっとその辺がわかんないので、まあ、ちょっとわかる人、ちょっとコメント欄になんか、情報ください。モノタロウとかの一番安いやつで、これで乗っても全然問題ないよっていうのがあれば、ちょっと教えてほしいかなって思います。なので、まあ、あとは、まあ、あと、ライトと、これと、この秘密兵器のエクステンションバーが使えるかもしれない。ので、で、あとは17ミリのソケットレンチだ、ソケットとか、
あとは工具を、ちょっと車の中に積んでるから、ちょっとそっちに行ってからまた出します。はい、じゃあね。まあ一応工具一式揃えたし、まあ一応こんなとこだよね。じゃあまずちょっとスロープ上がってみようか。まあ、早速ね、トラブルが出たね。これね、これね、無知無能だね。太くて入らないね。何を間違えたんだろうな。むしろまあ、買ってみてからわかるんじゃねえ的なノリで買って、ダメやないか。まあ一応廃油処理パックってさ、これの使い方でいいんかな。まあ一応広げた方がいいのだろうか。まあ一応これで、まあめんどくさいが、使ってみようか。おっちー。いやー、やってもだな、バカだな、俺。あ、でも、カラー。まあ、大体、まあ、まあ、5000キロちょっとオーバーして、大体6000キロぐらい走ったのかな。それで、まあ、この色か。まあ、エレメントフィルターをつけていきます。はい。そしてまあこれを最初に外していこうかな。で、なんかね、YouTube で見たけど、まあこれね、ゴムの、あれを、ゴムのなんだっけな、ぬめらせるんだよね。なんだっけ、締まりすぎを防止するんだったかな。で、まあ、一応オイルもできり、ちょっとハイドリング足りなかったかな。っていう正直な感はある。ちょっとオイルがネバネバしてるっていうか、十分あったかかったっていうか、暑かったぐらいだと思うんだけどね。ここでまたトラブル発生です。ゆるいやんけ。マジか。マジ。はい。急遽、フィルターレンチがですね、まあ、径がでかくて合わないというトラブったから、新しいのを買ってきた。これ、まあ、これで何がどうなるか、ちょっとまた試してみますわ。これからエレメントを交換するんだけど、このエブリィはフィルターカバーがついてないね。どうなんだべな、これ。それも逆？
あ、逆だったわ。出てきたね。逆だったんだね。まあ、4分の3以上回してたっていうことだね。ゴムパッキンがついてから4分の 3？ はいはい。そして今からちょっと面倒くさいというか、まあ一番重要なところなんだけれど、まあ一応つけては見たけれど、このオイルのトルク、このゴムのパッキングが、うん、これが当たっ、パッキング当たってから4分の3回転っていうのはよくわからず。で、あとはね、検索をすると手のトルクだって、ここだね。を当たった。ここから4分の3回転。っていうと、親指のこの触ってるところが、ここら辺まで来るってことね。まあ、ここだから、ここを手のトルクで、お、締めるというこったね。手のトルクで締めるっていうふうに書いてあったから、まあ多少はちょっとこんなもんかな。手のトルクで、まあ締めるっていうことかな。まあ一応この後、一応コトラエンジンじゃなくてオイルを入れようかな。あー、ちょっとこぼれた。エンジンオイルを注ぐ。エンジンオイル、これでまあ注いで、で、あとはアイドリングをして、オイルエレメント、ドレンボルトから、まあ、オイルが漏れてないかをちょっと見るのが、まあさっき整備工場とかのやつで読んだあれだね。で、あとはね、人によってはそのね、このドレンボルトにちょっと余裕、量に余裕がないから俺はないけど、一応新しいオイルをドレンボルト外したまま入れて、まあ中をちょっと掃除するっていうか、なんか垂れ流しにする人もいるらしいね。でもね、そこまで余裕ないからできません僕。エレメントからの漏れはちょっとわからないな。まあオイル漏れは今のところはないかな。うん。ちょっとアイドリングの音が落ちてきたから温まってはきたんだろうけれども、エレメントのね、カバーが元からついてねえかな、これ。ちょっとこれは、クレームだな。な感じかな。いや、でもね、買った車のこのね、エレメントガードがないっていうのがちょっと今回びっくりした。なので、ちょっとディーラーに、まあ、今年の4月だから、まあ、まだ大丈夫かもしれない。ちょっとそこ確認してみようわ。まあ、以上、これで。まあ、ドタバタだったエレメント交換が終わって、あの長いエクステンションバーどうしようかな。ここまで来たらちょっと揃えるか。